SAP オンプレミス環境を含む大規模システムの一元監視ということで、始めさせていただければと思います。はい。で、えっ、ー、と、2日間、あの、1日4セッションとか長い間、えっ、ー、と、まあ、長かったと思うんですが、本日これで最後になりますので、お付き合いいただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。 でえー、と大規模システムの一元監視ということでトピックは、えー、フォーカスドランになります。でアジェンダはまずあの SAP フォーカスドランの全体のです、ね、概要を説明させていただいて次に、えー、各機能の概要、まあ、時間の関係で全部は ご紹介はできないかもしれないんですけれど、メインのところと、あと一部デモでもご紹介できればいいなと考えています。で最後はあのアペンディクスを少し記載させていただいてますので、そちらの簡単な説明と、えー、させていただこうと思います、えー。では早速まず、フォーカスドランの概要について、えー、ご説明させていただきます。 すでにあの昨日、あとは本日の前半の方のセッションなので、かぶってる内容も一部あるかもしれないんですけれど、まあ、改めまして説明をさせていただきます。えまずはあの、弊社が提供している a l m ツール、現在3つありまして、まあ、その3つのです、ね、違いについて書いてあるスライドになります。でまずは、ソリューションマネージャーです。まあ、こちらもあの言わずもがなかもしれないんですけれど、 えっと、ES の契約に使用権が含まれていて、まあ、無償で使えるっていうところもあり、長らく、あの、まあ、長く利用をして、利用していただいてきた LM ツールになります。で、オンプレミスとクラウド製品、どちらも、あの、対応しているんですけれど、オンプレミスの方に特に、あの、管理機能において通みを持っているツールになります。で、えっ、ー、と、 先ほどとかも話にありましたが、2027年にメインストリームメンテナンス終了しますので、27年以降どうするのかっていうのを考えていただく必要があります。そこで出てくるのが、フォー s スドランとクラウド ALM になります。でまず、クラウド ALM の方になるんですけれど、こちらはですね、Day 1の方で主に説明をしてきていて、もうあの 簡単に説明させていただきたいんですけれど今後、ES 契約あとは ES のクラウドエディションの方に使用権が含まれていて無償で使えるのがこのクラウド ALM の方になります。SARS の製品になりますのでメンテナンスの手間が従来のオンプレミスの製品に比べて大幅カットされていたりですとかあとは、えーとまあ、利用まですごい簡単に使えるですとかそういうメリットがあります。 でこちらの製品は、あのクラウドセントリックなランドスケープに対して、現在、あの機能拡張をしている製品になります。で、もう一方のフォーカスドラン。このセッションのですね、トピックになるんですけれど、こちらは、えっ、ー、と、クラウドエレムがクラウドセントリックな環境に対して、今、機能拡張しているのに対して、えっ、ー、と、フォーカスドランはオンプレミスおよびハイブリッド環境に対して、 特に強みを持っているようなツールとなっています。かつ、あとはサービスプロバイダー様ですとか、大規模のランドスケープを持つお客様ですとか、そのようなところをターゲットとして機能を拡張している LM ツールになります。であと、クラウド LM とフォーカスの違いとしては、お金がかかってしまうというところで、 ソリューションマネージャー、クラウド LM は使用権が、えー、と含まれていて、タダで使っていたっていうところがあったんですけど、フォーカスドラインに関してはライセンス料がかかる、えー、そのようなツールとなっています。はい、で、えー、っと。で、クラウド LM とフォーカスドライン、結局どっちを使えばいいのか、えー、考慮いただく際にですね、 どういうところをどういう点考慮するのかっていうのがこのスライドになります。こちらも Day1 ですでに出ている資料ですので、詳細は省かせていただきますが、今言ったような、例えば、えっと、ターゲットがそのサービスプロバイダー、フォーカスダウンサービスプロバイダー、一方でクラウド LM の方は業務、あとは IT ユーザーですね、対象にしているので、一部 えー、例えばビジネスプロセス監視など利用できる、えー、できない機能があったりするので、えー、そこを考慮されたりですとか、あとはランドスケープの大きさを考慮されたりですとか、そういうようなところを、えーとまあ、検討して、えー、とどちらを使うかっていうのを決めていただく必要があります。はい、で、えー、っと、すみません、ここから英語の資料が入ったりするんですけれど、 ちょっとご了承いただければと思います。で、クラウド LM とフォーカスドランの一般的な違いっていうのは今説明したとおりなんですけれど、じゃあ結局、フォーカスドランはサービスプロバイダー向けに設計をされていて、どのようなメリットを提供しているのかっていうのがこのスライドにまとめてある内容になります。で大きく分けて4点あるんですけれど、まず1点目。えっ、ー、と、 ロートータルコスト、オ、え、ブ、ー、オーナーシップ、アンドスモールテクニカルフットプリントということで、えー、と一言で言ってしまうと、まあ、メンテナンスの労力がカットされましたという話になります。えー、とまずあの、アーキテクチャっていうのが、オーカスドランはシンプルになっています。えーえー、と従来のソリューションマネージャーですと、j a v a のシステムをまず立てて、ABAP システムを立てて、 で、まあ、2つシステム2台持ちで導入していくっていうそういうアーキテクチャだったと思うんですけれどそこがフォーカストランでは変わりましてえっ、ー、とコンポーネント的には S4HANA にフォーカストランのコンポーネントを載せるっていう感じのアーキテクチャになってますので、まあ、シンプルになっていますで、まあ S4HANA なので今までのそのソリューションマネージャーの時はデータベースのあの縛りっていうのはなかったんですけれどえっ、ー、と そうですね。あの、ASE とかも使えたんですけれど、フォーカストランでは、花オンリーになっています。で、2点目が、えっ、ー、と、プッシュベースのコミュニケーションっていうところなんですけれど、まあ、今までそのデータ収集をするときって、RFC の通信があったりですとか、ネイティブ DB の通信があったりですとか、えっ、ー、と、複数の形式のそのコミュニケーションっていうのが行われていたんですけれど、フォーカストランからは、 基本的にプッシュベースでコミュニケーションを行います。まあ、なのでその、通信が最適化されているという特徴があります。で次にあ、失礼しました。2つ目のところになります。ハイエストポ t p o s セキュリティレベルズというところなんですけど、セキュリティ面が向上していますというお話になります。でえっと、まず1つ目のセパレーションオブリファレントカスタマーズ、 えっと、ここはぜひ、あの、覚えていただければと思うんですけれど、フォーカスドランに、えっと、ある大きな特徴の一つとして、このセパレーションっていうのが挙げられます。どういうことかと言いますと、ランドスケープの中に、いろんな、その、システムを、あの、サービスプロバイダー様が登録した際に、 そのシステムっていうのをお客さんごとに分類できるようにそういう仕組みがフォーカストランから搭載されていますでこの仕組みっていうのはソリューションマネージャーにはないですしあとクラウドエレニムもないのでこれはフォーカストランのサービスプロバイダー様向けの製品っていうところで大きな特徴かなと思いますでもう一つはえっ、ー、と コミュニケーションのところとちょっと似てるかもしれませんが、HTTP もしくは HTTPS の通信っていうのを、えー、フォーカストラン行います。で、これによって何がいいのかっていうと、まあ、セキュリティ面、まあ、向上ももちろんですが、あとはあのお客様とかでプロキシによるあのポートのコントロールとかなされる方いらっしゃると思うんですけど、そういうときに HTTP に限るというところで、えー、ポートの 利用するポートの数がぐっと減るっていう、まあ、そういうメリットがあります。実際に海外のお客様ですと、えー、ソリューションマネージャーの時に数千個の、まあ、ポートを、えっ、ー、と、その、ロキスとかで管理していたのが、フォーカストラインにしてからは、本当に10個とか、ぐっと数が減って管理が楽になったっていう例がありますで。次に3点目です。エクストリームハイスケーラビリティ、パフォーマンスデータスループットということなんですけれど、 えとまあ、ここに書いてあるようなことをです、ね、実現するためにあのフォーカストランが構成されていますという話になってましてで下を見ていただくとあの4万個以上のシステムをモニタリング可能ですということが書いてあるんですけど、えーとまあ、弊社のヘックサービスというマネージドサービス あると思うんですけれど、そちらでは実際にこのフォーカスダウンを使って管理をしてまして、えっ、ー、と、実績としては6万個ほどのシステムを、まあ、今運用している状態になりますので、はい。えっ、ー、と、このようなことができるような設計となっています。で、最後に、えっ、ー、と、マキシマムオブオートメーションデュアリングアサイメントメンテナンスマネージャュシステムということで、えっ、ー、と、まあ、オートメーションが 4点目のキーワードになります。オートメーションについては、あのフォーカストローンだけではなくて、クラウドエレンとかでも出てきた話にはなると思うんですけど、例えば、あの従来のソリューションマネージャーだとダ、ダイアグノスティックスエージェント、えー、信頼エージェントと呼ばれるものをインストールして、情報を集めてくるっていう、まあ、そういうアーキテクチャだったのが、えー、とフォーカストランではシンプルダイアグノスティックスエージェントっていうのに変わりまして、 ホストエンジェットにエンベディットするような形になってます。で、このインストールっていうのが、えー、初期設定の中で自動で行われるようになっています。で、このように、あの、自動化による手間のカットっていうのがなされていますし、あとは、あの、プリパレーションとかリコンフィグレーションっていう言葉があるんですけれど、ここに関しても、その、オートメーションっていうのが図られていて、例えば、あの、ボタン一つで、 えーとレクライワメントのところをチェックしてくれたりですとか、あとはランドスケープに変更があったときに、それをあの自動で検知して、自動でリアクションしてくれるような、そのような仕組みも備わっていたりします。はい、で、あとは AI ブスっていう、まあ、言葉をさせていただいていて、 この AI プスっていうのは、あのクラウド LM とかにも出てきていたワードだと思うんですけれど、フォーカストランでも、まあ、この思想っていうのが、えー、組み込まれていて、えっと、例えばそうですね、えーまあ、AI によってあの異常検知をするですとか、メトリックのフォーキャスティングを行うですとか、あとは、まあ、アラート。 アラートマネジメントの機能がソリューションマネージャーに引き続きあるんですけれど、そのアラートの関連付けっていうのを行ってくれたりですとか、そういうののところが AI によって図られています。あと、イノベーションというところで今後、フォーカストランで実現したいと思っているような、弊社が実現したいと思っているようなところがここに書いてあります。例えば、えーと 監視していく中でどのポイントで変わったか、チェンジポイントの検出ですとか、システムモニタリングで使うようなシステムメトリックスの自動生成ですとか、そのようなところが今後の目指すべきイノベーションとして掲げられています。で以上が概要のところになりました。 でここからは機能概要というところで、えっ、ー、と、ま、すべて、そうですね。ちょっと一部駆け足のところもあるかもしれないんですが、えー、機能のところについて説明させていただきます。で、まずファンクショナルオーバービューということなんですが、こちら、あの、多分この2日間で何回も見ているスライドではないかなと思うんですけど、えっ、ー、と、フォーカストランの 機能ですね。クラウド LM とかと同様のコンセプト、大まかな流れ、一緒になります。まず、あの情報を収集して、で次あの、各モニタリングの機能で問題検出、でそれに対して、えー、とアラートで通知を受け取って、えーと、リソリューションの機能でハンドリングしてで、最後その結果とかを外部に連携したりする、このような流れになっています。 で、えっ、ー、と、合わせて、この、えっと、一気通貫して使える機能としては、例えば、えっ、ー、と、メンテナンスのスケジュールを管理できるような IT のカレンダーの機能ですとか、SLA の管理ができるような機能ですとか、そのようなところ、あとはアナリティクスですね、えっ、ー、と、機能として、フォーカストランは備えています。 では具体的にどんな機能があるのかっていうところを、えー、といくつかデモまでえてご紹介させていただきたいと思います。まず、インテグレーションエクセプションモニタリングになります。でこちらの機能は、あのクラウド LM にもあの備えている機能でして、コンセプトですとか、基本的なできるところっていうのは一緒の機能となっています。 えっと、ま,あ、まず、インテグレーションモニタリングの方で、まあ、複数システム、あとクラウドサービスを横断するような業務トランザクションっていうのをエンドトゥエンドで監視します。で監視して、その中で、あの、インターフェースを含むメッセージ監視っていうのを行うんですけど、その時に、あの、出た、えっ、ー、と、 その中で単一メッセージのトラッキングができるような、えっと、機能を備えていたりですとか、問題が上がったらアラートが出たりですとか、エンベリットされたアナリティクスで、えっと、収集したデータの分析ができたりですとか、そういうようなところを備えています。で、合わせて、あの、このフローを監視する中で、 例外っていうのが出てきますので、そこもあのカバーできるようにエクセプションモニタリングっていうのが備わっています。はい。で、えっと、この、インテグレーションモニタリング、あとエクセプションモニタリングもそうなんですけれど、まず全体ですね、最初にオーバービューを見てから、どん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 ドリルダウンして、どこに問題があるのかっていうのを検出できるような、えっと、画面構成となっています。 でこのドリルダウンしてあの詳細を見ていくっていう設計は、えー、とこのインテグレーションエクセプションモニタリングに限らず、他のモニタリングの機能でも、まあ、基本的に備わっているコンセプトとなっています。続きまして、リアルユーザーモニタリング、あとシンセティックユーザーモニタリングっていう、えー、と2つの機能についてご紹介をします。 えっと、この2つの機能がどういう機能なのかといいますと、エンドユーザーが、まあ、業務を行っていくと思うんですけど、その際の,その、えっと、ユーザーエクスペリエンスの監視、例えばレスポンスタイムですとか、そのようなところの監視ができる機能となっています。まず、リアルユーザーモニタリングについては、えっと、ユーザーが実際に行った処理に対する、えっと、収集機能を持つ。 機能になりますで、えっ、ー、と、そうですね。ユーザー様、ユーザーが、あの例えばフィオリとか SAP-GUI とかからですね、何か処理を投げてで、いろんなコンポーネントを追加して、そのトランザクションっていうのが、えー、と処理されていくと思うんですけど、その処理っていうのをエンドとエンドで監視して、例えばその、 3つコンポーネントを通過するようなトランザクションだったらどこがボトルネックとなってレスポンスタイムに時間かかっているのか見るですとかあとはそのエンドユーザーが特に処理しているリクエストはどれなのか統計情報を見たりですとかそのようなところができる機能になっています。 もう一つ、シンセティックユーザーモニタリングに関しましては、リアルユーザーモニタリングが実際にユーザーが行ったリクエストに対しての情報を収集する機能に対して、こちらはユーザーが行う処理っていうのをスクリプトに起こしておいて、そのスクリプトを自動実行することによって、問題のその検閲値っていうのを測るような機能となっています。あの、まあ、自動で処理を回して、 監監視視を行ううのので24時間365日の監視が測れるよなな機能となりますでアベイラビリティやパフォーマンスを主に監視するんですけどここにもし問題があった場合は夜間とかも見れますのでユーザーより早くです、ね、問題検出して気づかれる前にハンドリングするっていうのを、まあ、あの目標に掲げている機能になります。 でえっと、シンセティックユーザーモニタリングのスクリプトは、セレニウムっていう機能を使ってますので、特にあのコードとかはです、ね、必要なく、ノーコードで作ることが可能です。で続きまして、ジョブオートメーションモニタリングおよびヘルスモニタリングになります。まず、ジョブオートメーションモニタリングなんですが、 こちら平たく言ってしまえばジョブ監視になります、えー、ランドスケープ内に含まれるそのシステムのです、ね、ジョブっていうのを監視してでこのジョブオートメーションモニタリングにすべての、まあ、ランドスケープ内のすべての情報を集めておいて一元的な管理を行うそのような機能になっていますで、えー、もう一つヘルスモニタリングですが クラウド LM であのヘルスモニタリング同様に同じ名前の機能あるんですけれど、フォーカストランのヘルスモニタリングと、えー、とクラウド LM のヘルスモニタリング、少しあの違っていますで。フォーカストランのヘルスモニタリングはどういうものかといいますと、 まあ、あの名前の通りでシステムの健康状態をあの監視するような機能にはなるんですけれどこちらはシステムモニタリングと合わせて使っていただくようなところを、まあえー、と設計しているような機能になっていますでどういうところを監視するのかといいますとヘルスモニタリングということでまずアベイラビリティの監視を行いますでその他のところですと しま,すえー、とまず OS の監視、えーと、OS のプロセスの監視ですとか、えーと、Windows サービスの監視なんかができます。であとはあの、クラウドサービスの監視ができるのも、このヘルスモニタリングになります。まあ、なので、海洋、まあ、性監視なんかもそうですし、あとは OS のプロセスですとか、 えとあと、ここに書いてあるのと URL ですとか、そのような LMDB、まあ、ランドスケープ内に含まれていないところの監視もできるのが、このヘルスモニタリングとなっています。でその他のところですと、あのサーディフィケートの監視ですとか、えー、と OS クリプトでのメトリックの、えー、とデータ収集したのが入ってきたりですとか、そのいうところがあります。 で次にシステムモニタリングになります。まあ、こちらはあのソリューションマネージャーの時からある機能でして、多分一番使っていただいている機能ではないかなと思うんですけれど、フォーカストランも同様にこのシステムモニタリング、えー、機能として備えています。基本的なところはソリューションマネージャーとはあのー、あまり変わらなくてですね、まあ、この弊社の方からまず監視のテンプレートっていうのを作成していて、 その中に事前に定義された監視の KPI が入ってますので、えーとまあ、テンプレートを当てるだけで監視っていうのが始められますよっていうのがシステムモニタリングの最大のメリットかなと思います。でえっ、ー、と、フォーカストランになって、まあ、変わった点っていうのがいくつかありまして、えっ、ー、と、例えばあの今までってソリューションマネージャーですとテンプレートの割り当てっていうのをまず 管理対象システム設定を行っていただいてから、その各システムに対してテンプレートを割り当てていただくっていうステップがあったかと思うんですけれど、フォーカストランでは一番最初にあの説明したオートメーションによる機能設定っていう、まあ、お話があったと思うんですけれど、そこに、えっと、その自動設定の中にこのシステムモニタリングの設定っていうのが組み込まれています。なので、管理対象システムを設定してあげると、システムモニタリングのテンプレートが あの割り当たっている状態になるようになっています、はい。で、あと大きな違いとしては、フォーカストランがあの AI によるその予測とか、そのようなところができる機能になっていますので、予測した情報っていうのが見れるようになっています。でこちらは実機で紹介させていただきたいので。 画面を切り替えさせていただきます。でフォーカスドランのまずあの起動のところ。起動と言っているのは、あのソリューションマネージャーでいうランチパッドの画面なんですけど、 まず、あの、アバプのシステム入っていただいて、エフランというトランザクションを叩くと、 ちょっと時間がかかっているんですけれど、はい、あの、このような画面に飛びます。多分、あの、ソリューションマネージャーを使い、お使いいただいていた方にとっては、なじみが深い画面かなと思うんですけど、こういうフィオリベースの,あのランチパッドの画面っていうのが出てきまして、ここから各機能に飛んでいく形になります。で、システムモニタリング、今回ご紹介してますので、クリックして、 開きますと、えっ、ー、と、まず、あの、スコープのセレクションをしてくださいっていうポップアップ画面が出てきます。で、えっ、ー、と、スコープ選ぶんですけれど、あの、一番最初に、フォーカストランでは、えっ、ー、と、マネージドシステムをお客様ごとに分類することができますっていうふうにお話しさせていただいたかと思います。で、それが、このカスタマー ID もしくはカスタマーネットワークになります。このアトリビュートによって、 管理対象システムっていうのをお客様ごとに分類できるようなサービスプロバイダー様がですね、管理しやすいような作りとなっています。今回は、例えば、カスタマーネットワークを一つ選んでスコープを設定しています。 すると先ほどのカスタマーネットワークに含まれている3つのシステムの情報が表示されるようになります。まずこの画面がステータスオーバービューと呼ばれる画面になってまして、選択したスコープに含まれるシステムの簡単な情報っていうのが見れるようになっていますで。上ではそれぞれレーティングごとの内訳、 見れるようになってまして、下ではあの可用性です。とか設定です。とか、このようなカテゴリーごとの評価っていうのが見れるようになってます。で、例えば今エクセプションが赤いので、ここをクリックすると。まあ、今、そのターゲットにしたシステム全部がレッドのレーティングなので全部出てしまってるんですけど、レッドのレーティングを受けたシステムのみが表示されて、ここからあの詳細を見ていくっていうことができるようになってます。 例えば、一番上の FLAN の ABAP システムのところを見てみますと、この画面はソリューションマネージャーと変わらずですね、各、のこの FLAN というシステムのコンポーネントごとのレーティングっていうのが見れるようになってますので、このシステムの結局どこが悪いのかっていうのをこの画面で確認することができます。で例えば、クリックしますと、 今、エフランのアバップの、えフランバップのコンポーネント叩いたんですけど、ここは展開されまして、ここから、まあ、赤いところがどこなのかっていうのを深掘っていけるような作りになっています。はい。で、あとは、あの、ビューのところを説明すると、このホストとかデータベースですとか、このようなところはソルマにもあったと思うんですけれど、えっ、ー、と、 まあランドスケープからターゲットを決めて、そのまあターゲットとしたシステムの中で、例えばあのデータベースのタイプのものを一覧に表示する、ポストのものを一覧に表示するようなことができるビューですで。あとはですね、特徴、フォーカストランの特徴になるんですけど、ほとんどの機能にこの一番下、のこのバッテンの膜、このようなえとボタンがあります。 これが何かと言いますと、カスタムページと呼ばれるものになっています。このカスタムページに、えー、と使いますと、すでに弊社から定義されているビューっていうのがあるんですけれど、これに加えて、お客様の要件に沿った、えー、とビューっていうのが作成できるようになっています。えー、と今回はあの作り方とか割愛させていただくんですけれど、 えっと、クラウドエレムが、あの、標準化っていうのを、まあ、一つ特徴があって、あんまり、あの、簡単に使えるんですけれど、こういうカスタムとかっていうのがなかなか難しいところがあるっていう特徴があるのに対して、フォーカストランはこのようなところ、結構柔軟にできるようになっています。で、その他のところ、あとビューを紹介させていただくと、 ダウンタイムオーバービューという、えっ、ー、と、ビューが、システムダウンモニターっていうビューがあります。ここで、あの、実際に監視している中でダウンしているシステムがあったときに一覧で表示してくれたりですとか、フォーカストランにですね、あの、IT カレンダーっていう機能がありますので、そこでダウンタイム、メンテナンスなんかが定義されているシステムは、プランドダウンタイムっていうことで、ここで確認できたりします。で、最後に、 システムアノーマリーオーバービューっていうところ、えっと、こちらも紹介したいんですけど。こちらがですね、あの、AI による問題のその予測検出っていうところが確認できる機能になっています。ちょっと。 はい、今、スコープを変えさせていただいたんですけれど、現在、このシステムアノマリーオーバービューっていう機能は、えっ、ー、と、HANA に対してのみ使える機能となっています。えっ、ー、と、HANA のその,この予測を計算するためのモデルがあるんですけれど、そちらを使って、えっ、ー、と異常、異常予測をするですとか、メトリックの予測をするですとか、そういうようなのところができる機能になっています。で、これ開きますと、 今、提供しているモデルが2つありまして、ハンギングとアウト・メモリー・モデルというところで、パフォーマンスとメモリーのところの予測ができるモデルになります。でこの画面であと見,れるの見れるものとしては、リスク・ヒストリーであると思うんですけど、この予測を行う際には、リスク・スコアというものを使って、予測された値っていうのを評価していきます。 でそのスコアが高ければ高いほどリスクが高いということになるんですけれど、その値のヒストリーというのが見れます。あとは現在のリスクになりますね。リスクモデルの中にメトリックが含まれていますので、ここ開くと、各そのメトリックの、えーと ヒストリー。あとちょっと今うまく出てないんですけど、この、えっ、ー、と、図の中でですね、フォーキャストっていうことで今後の予定っていうのが見れるようになっています。で、この、えっ、ー、と、フォーキャストの値に対しては、アラートの設定なんかもできますので、えっ、ー、と、まあ、このフォーカスト欄がですね、えっ、ー、と、 値を計算して予測した中にもし問題があると判断した場合は、その、えー、と予測結果に対してアラートを飛ばして、事前に検知して、事前に問題を防ぐ、そのようなことができる設計となっています。そしたら一度スライドに戻らせていただきます。 でえっと、続いてアラートノティフィケーションマネジメントになります。こちらもあのシステムモニタリングと合わせて使っていただいている方が多い機能かなと思います。アラートの,その管理をしていくような機能になるんですけれどソリューションマネージャーあとクラウドエレムと違う点としてはこのアラートマネジメントのところに発泡されたアラートっていうのが一括で集まってくるような作りになっています。 今までは各監視機能のところにアラートマネジメントのビューだったり、あと機能だったりがあのエンベリットされていたので、各機能のところに行って、それぞれのアラートをハンドリングしなきゃいけないっていう、そういう作りになっていたんですけど、フォーカストランはその大規模ランドスケープの効率的な運用っていうところを目標にしていますので、この、えー、とアラートノティフィケーションマネジメントを一元的な監視ポイント、えー、管理ポイントとして まとめてハンドリングができますっていう、そのような作りになっています。はい。で、あとあのー、冒頭でもちょっと述べたんですけれど、他の特徴としましては、アラートの相関付けっていうのができるようになっています。例えば、その、システムがまあ落ちましたっていう状況になったときに、えっと、まあ、OS の何か、 ファイルシステムフルですとか、そのようなところが影響して上にあるシステムを押してしまうっていうような状況があると思うんですけど、そのような場合って下の OS の問題を解決すれば、その上のレイヤーのアラートっていうのも解消しますよねっていうところで相関づけておいて管理することができる。まあ、大量に出てきてしまうアラートをまとめておいて一括管理できるようにしますよっていう、そのような機能があったりします。はい。で、あとは、えっ、ー、と、 アラートマネジメントはそのようなところで、ノティフィケーションマネジメントのところなんですけれど、こちらでは、まず、メールの受信者の管理っていうのができるようになっていますで。あとは、テンプレートマネジメントっていう機能がありまして、例えば通知を行う際にテンプレートを一度作っておくと、その後の通知っていうのが楽になりますので、そこを作っておいて、定義しておいて、繰り返し使えるようにするですとか、 通知を効率化できるような機能というのが備わっています。はい、であと、このアラートノディフィケーションマネジメントあの、自動化のところが少し組み込まれてまして、アラートが発砲したときに、ハンドリングスの手順っていうのを事前に定義しておいて、例えばあのボタン一つでその手順が実行できるようにするですとか、あとはそのアラート発砲をトリガーとして、えー、プロシージャーが回るようにするですとか、そのううような仕組みもございます。 はい、で続きまして、アナリティクスインテリジェンスになります。まあ、分析のところになるんですけれど、まずあの分析のところでは、えーとまあ、フォーカストランがダッシュボードを提供しています。でこのダッシュボードが何なのかっていうと、まあ、上がってきた情報っていうのを、それぞれのモニタリングのところ。 の,そのビュードで見るのではなくて、このアナリティクスの機能を使って、複数の,そのモニタリングの機能で取ってきたデータっていうのをまとめてみましょうねっていう、そういうようなところを目的とした機能になってます。このダッシュボードっていうのがあの3つ用意されています。1つ目がタクティカルダッシュボードっていうところで、えー、例えば保守運用の方ですとか、システムランドスケープを、まあ え、行うような方向けに、ソリューションランドスケープの健康状態が見れるような、え、ダッシュボードになります。で、二つ目が OCC ダッシュボードなんですけれど、これはあの、オペレーションコントロールセンターのサポートをするようなダッシュボードで、えっ、ー、と、まあ、飛行機のその、管理棟みたいなところをイメージしていただければと思うんですけど、 まあ複数の,その飛行機の管理等のようにいろんな情報をいろんな角度から見てえっとリアルタイムでその情報を掴む必要があるようなケースですとかそのような時にこの OCC ダッシュボードを使いますと3つの,このダッシュボードの中で一番見れる情報っていうのが多いダッシュボードになりますのでえっとその利用する方の要件に合わせて必要な情報をすべて表示するっていうのができるようなダッシュボードになってます。 はい、で3点目、オペレーションダッシュボードなんですけれどこちらはあのアラートハンドリングですとかオペレーションする方向けの、えー、向けたダッシュボードになります。なのであの弊社が想定している利用者のロールとしましては例えばあのヘルプデスクの方アラートをハンドリングするような方がこのオペレーションダッシュボードの、えー、イメージする対象者となっています。 それぞれこの3つのダッシュボードっていうのは事前定義されていなくてですね、利用者、えーと、ユーザー様自身で設定をしていただく必要があるんですけれど、まあ、あのゼロから作るという意味でカスタム度は高い機能となってますので、条件に合わせたダッシュボード作りっていうのができるようになっています。でもう一つあの、えーと、インテリジェンスのところになるんですけれど、まあ、こちらはですね、あの まあすでにあのお話しした内容もあるんですが、例えば、インテリジェンスっていうところで、メトリックの今後の動きを予測するような機能があったりですとか、あとは、AI 使ってですね、監視してきた中で、敷地の変更、リコメンドしてくれたりですとか、あとは、事前にシステムの異常っていうのを検知して教えてくれて、 プロダクションダウンっていうのを事前に振ってきますとか、そのようなところを測っている機能になります、はいでえーと。続きまして、コンフィグレーションのセキュリティアナリシスになります。こちらは変更管理、設定やあと、えー、とソフトウェアのレベルなんかを の変更とかを管理していくような機能になっています。例えば、そのパラメータ変更がトリガーとなって問題が発生しましたようなケースあったりすると思うんですけど、その時にどういう変更があったのかっていうのを見れる機能になります。はい。で、あと、この、えっ、ー、と、機能でできることとしては、ポリシーによるその変更のチェックっていうのができるようになっています。例えば、あの、あ、設定のチェックですね。 あるいは監査なんかでその設定の確認をしなきゃいけないというようなシチュエーションがあったときに、この確認したい設定っていうのをすべてそのポリシーの中に定義しておくことによって、ポリシーによる設定のバリデーションっていうのができるような機能になっています。続いてシステムアナリシス、トレースアナリシス、ファイルシステムブラウザーというところで、えっと、分析系の機能になります。 先ほどのそのダッシュボードがですね、まあ、事前定義してお客さん予件に則っ,ったものを作っていただいて使っていただくっていうところだったんですけれど、えっ、ー、と、こちらのシステムアナリシスについては、SAP の方がアナリシスをするにあたって必要なデータっていうのが見れるように事前定義をしている、そのような機能になります。はい。 で、えっと、このシステムアナリシスの中に結構たくさんのビューがありまして、それぞれ例えば ABAP のシステムに対して分析を行う際に必要な情報が表示されるビューですとか、HANA に対しての分析を行う際に必要な情報がまとまっているビューですとか、えっと、まあ、事前定義されているような作りになっています。はい。で、えっと、あとは OpenKPI Store っていうのが、ここに、この えっと、機能の中にあるんですけれど、こちらを使って、例えばイントロスコープですとか、ダイナートレースですとか、そういうふうな、あの、フォーカストラン以外から取ってくるところのデータっていうのを分析できるようになっています。はい。で、あとはトレースとファイルシステムブラウザーのところなんですけれど、まあ、トレースの、えっ、ー、と、 有効化で収集、コレクト、す、ま、べ、あ、てが一元的にできるようなトレースアナリシスですとか、あとは、あの、OS 上のファイルですとか、リモートで見れるようなファイルシステムブラウドですとか、そのような機能を備えています。はい。で、えー、続いて、オペレーションオートメーションになります。はい。オペレーションを自動化しますっていう機能になるんですけれど、こちら、あの、 考え方としては、ソリューションマネージャーのガイディットプロシージャーという機能があったんですけれど、そちらを想像していただければいいかなと思います。SAP によって、その、プロシージャーっていうのをですね、事前定義して、えっ、ー、と、提供しているので、そちらを使っていただいて、その、オペレーションの自動化が図れますよといった機能になります。どのようなものを提供しているのかと言いますと、例えば、ヘルスチェック。 えっと、ヘルスチェックをするにあたっての必要な項目っていうのが定められていますので、そのヘルスチェックのガイドプロシージャを流すと、まあ、今対象が ABAP と JAMA のシステムになるんですけど、それらのシステムに対して自動でヘルスチェックをしてくれて、で結果っていうのがダウンロードもできるので、例えばデイリーのヘルスチェックをこのガイドットプロシージャを使っていただいて、お客様に、えー、運用担当しているお客様に 情報渡すですとか、そういうようなことができます。はい。で、えっと、あとはですね、あの、あアラートマネジメントというところで、ヘルスチェックだけではなくて、システムダウンなんかにも、このガイデントポリシーだゃっていうのが使えるようになってます。例えば、えっと、まあ、データベースが、 えーとアベイラブルではありませんっていう名前のプロシージャーがあったりするんですけれど、そちらを使うと、まずそのデータベースが死んでるか生きてるかっていうのをチェックを行って、死んでいた場合には再起動を取り出するっていう、まあ、その問題のハンドリングができるようなプロシージャーっていうのを用意しています。で、えーと、ちょっとちっちゃいんですけれど、下に載ってるのがそのプロシージャーのプロシージャの 一覧になってます事前定義しているプロシージャーに合わせて、あとはあのプラグインっていうのを弊社で用意してまして、そのプラグインを組み合わせることによって、要件に沿ったプロシージャーの作成っていうのも用意できるようになっています。はいでえー、と続いて、まあ、メンテナンスサービス。 こちらが最後のスライドになるんですけれど、このメンテナンスサービスっていうのが、いわゆる各種管理機能になっていて、LMDB ですとか、あとクラウドサービスをマネジメントするためのアプリケーションですとか、そのようなところがあります。であのソリューションマネージャーの時に EWA 使っていただいているお客様、あの 多かったと思うんですけれど、そちらも引き続き、あの、フォーカスラーで使えますので、関連したアプリケーションっていうのも、このメンテナンスサービスに含まれている状態になります。あとはメンテナンスプランナーやシステムアシスタントなど、えー、もですね、ここに含まれています。ということで、すいません。あの、後ろの方、駆け足になってしまったんですけれど、内容としては以上になります。はい。で、あの、デモシステム、 前のセッションであったかと思うんですけどデモシステムのアクセス情報っていうのをこちらに載せてますのでよろしければご利用ください。